君主に認められることとなった。ついに英傑たちは順調に歩みを進め、越城の目前山崎の地に至る。しかしそこで足を止めざるを得なくなった。瞬く間に包囲され追い詰められる討伐軍。しかし幾度も修羅場をくぐり勝ち抜いてきた彼らに動揺はなかった。それより気にかかるのはダッキの思惑、その真の狙いだった。瞬く間に包囲されたか。さすがはスサノオ率いる旋回の。だがそのスサノオ自身がまだ来ていない。勝機は十分。まあそれよりも気になるのはダッキさんの方ですか。企みを秘めているのは間違いないだろう。夢よ。あなたの望むように戦ってくれ。抵抗するな。徹底的に壊す。不変だな。どこにいても私の目を引いて離す。来ていれば挽回の気はある。私の知略に勝てんと思いか。なるほど。いや最高だ。これだからお前と一緒は面白い。うまくいったみたいね。それじゃ反撃開始。ここまで徹底して追ってくるとはな。スサノオはよっぽどダッキを捕まえたいらしい。それだけではない気がする。スサノオはもっと別の何かを求めている。この扉戦術によって閉ざされている。我が力をもってしても開かぬと。スサノオの仕業か。こうなっては南から迂回するしかあるまい。ここは私が食い止めよう。スサノオが求めダッキがひた隠すもの何だと思います。そのような物言いをするのだ。貴公の推測は立っているのだろう。行者の出現に関わる何か。その程度に注ぎます。ここまで押し上げれば十分でしょう。旅情の兵力は北に回しときますか。さすがです。お立場にふさわしいご活躍でした。失礼。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待は遥かに高い。なかなか壊れない。僕が叩かないとダメなのか。
真実を。任せろ。あれ、あんた確か、ああ、道館から僕を追ってきたの？俺が倒す。わからないね。どうしてそんな無駄なことをするの？待っ！強さは不変だ。どこにいても私の目を引いて離さない。僕が負けたのは間違いない。間違いは直さないといけない。二度も人間に負けた。そっか、人間には旋回の力が通じにくいんだね。僕が弱いわけじゃない。効果の仕方を間違えたんだ。ものを差し出せ。スサノオさんもしつこいな。皆さん、か弱い私を狙うムキムキ仙人をやっつけて。変わりましょうか。失礼。追い詰めたぞ、ダッキー。覚悟せよ。覚悟するのはそっちだったりして。見くびらないでね、スサノオさん。我が前に立ちふさがる。あなたが大切な人間を傷つける。力で押しても堅くなに隠すのみか。ならば。ご苦労様。じゃあ私は行くところがあるから。じゃあね。そろそろ化けの皮が剥がれますかね。そこか。見よ、これが我らが守らんとしていたものだ。どうにか無事に生き延びましたか。ダッキー、やはり裏切ったか。別に裏切ってないわよ。太鼓坊さんだって気づいてるんでしょ。あの蛇はオロチ様。ううん、制御を失って暴走するオロチ様の力そのもの。だったらオロチ様を復活させるのが一番冴えたやり方よね。いいな。
の行動は滅びを早めるのみ。すでに遅かったか。滅びは避けられぬ。この世界なんとなれば、オロチが己の滅びを、オロチが生存していた間、キャツにも理性が存在し、世界、しかし、人がオロチを倒して、理性を失った力が、緩慢、だが確実に広がる。そして、かの己の滅びを望む幼者は世界を食らう。脆弱なる人の子の力ではかの幼者を、これより先の戦いは我になれら人間が。幼者の出現を防ぐことはかなわなかったか。いや、そもそもそのような方法はなかったと言うべきだろうな。だが絶望することはない。我らのもとにはヤシオオリと酒呑童子があり、それらを生かす人の力も結集している。各国から資材を集め、ヤシオオリを増産、しかるのち幼者を攻め、これを討滅するのだ。だがそれまでは幼者の襲撃をしのがねばならない。劉備将軍との連合も必要だろう。私は人の子の強さを知っている。貴公らの力が一つとなった今、打ち倒せぬ敵はない。さあ、新たな未来を紡ぎたまえ。うまくいくとは思いませんでしたよ。よかったな、こいつをどうぞ。いいえね、こいつがあんたにもらってほしそうなんだよ。